サザナミは東日本旅客鉄道が東京駅機密駅間を京葉線内房線経由で運行している特急列車である。本港では房総再線内房線で運転されていた優等列車の遠隔についても記述する。特急サザナミは1972年7月15日に運転を開始し、当初は新宿駅東京駅立山駅 千倉駅間を中央本線、総武本線、外房線、内房線経由で運転され、同年10月のダイヤ改正で L 特急に指定された。房総半島方面への特急列車は、同日から我が塩も運転され、我が塩は外房線経由で運転された。1982年11月15日に房総地区の急行列車を全廃して、さざ波が増発された。 1991年3月19日に特急成田エクスプレスが運転開始することを受け、同年3月16日から東京駅、蘇我駅間が京葉線経由に変更された。ビューサザナミ、ホームタウンサザナミ、オハヨーサザナミなども運転されたが、2005年12月10日に列車愛称はサザナミに統一された。2015年3月14日のダイヤ改正で、 定期運転の機密駅立山駅間が廃止、全列車について運行区間が東京駅機密駅間に短縮、土休日運休、朝上り、夕下りのみの運行となり、通勤輸送に特化したダイヤとなっている。沿線である東京湾内湾の小さく立つ波を表す、さざ波、小波、さざ波が由来となっている。1959年のカキ臨時列車では、さざ波の テールマークを検出して運転したこともある。基本的に東京駅機密駅間で1日登り3本下り5本運転されている。定期列車は朝に上り、夕方から夜にかけて下りが運転されている。ホームライナー的な性格の強い列車である。下り列車の東京駅の発車時刻は毎時30分である。定期列車の停車駅、臨時、新宿サザノミは後日。 東京駅、蘇我駅、五井駅、木更津駅、君津駅、E257 系500番台5両編成が使用されている。運転開始当初は、183系が使用されていた。土曜、休日に、新宿サザノミとして、新宿駅立山駅間で、中央本線、総武本線、外房線、内房線を経由して一からに往復運転されている。 臨時列車扱いではあるもののほぼ恒常的に運転されている。なお、菜の花が見頃の時期や駅からハイキング実施時などには、千倉駅まで延長運転されることがある。2013年には、中央本線高尾駅まで延長運転された。原則として e 2 5 7系5 0 0番台5両編成で運転されるが2 5 5系9両編成で、 運転されることもある。2019年の4月27日から5月6日の10日間は1号と4号には e 2 5 7 k ンダ台給料編成が使用され、以降も卓脚機を中心に使用されることがある。2018年3月のダイヤ改正までは、佐抜町駅にも停車していた。このほか土曜、休日を中心に、日中帯に、 東京駅発着の臨時列車が運行されるほか、幕張メッセ来乗客向けに東京駅海浜幕張駅間運転の臨時、サザナミが運転されることがある。以前は我が仕様として運転されていたが、2009年10月26日に東京駅海浜幕張駅間の臨時列車が初めてサザナミとして運転された。その後、 2010年6月9日から11日のインタラップ東京来場客向け同年10月5日から8日のシーテックジャパン来場客向け臨時列車もサザナミとして運転された。また、かつて夏季に運転されていたビーチインボソサザナミは蘇我駅浜金谷駅間無停車だった。木更津駅、君津駅の両駅を通過する列車は大変珍しかったため、 参考に停車駅を記す。2015年3月14日のダイヤ改正によって、定期列車は全列車を東京駅機密駅間に運行区間を短縮した上で平日のみ運行とするなど、完全な通勤特急としての形に変化せざるを得なくなり、機密駅立山駅間での特急運転は臨時列車のみで、土休日の新宿サザナミガに往復のみとなる。また、 同日から2017年3月4日のダイヤ改正までの間、東京立山間に平日のみ、運行の総武線直通、特別快速を一往復運行していたが、2年で廃止。この知らせを受け、立山市の金丸健一市長は2014年12月24日に、立山商工会議所や市観光協会の各代表と、共に JR 東日本千葉支社を訪問。 要望書に、内房線の利便性が低下するのは必至。高速バスと比べ、鉄道は大量輸送や、定時性確保で優位に立っている。として、特急の復活と通勤、通学時間帯での特別快速の増発を求めた。それに対し、支社長は、サザナミは、利用者が減少しており、利用状況を鑑みた上での判断。今後も、関係各所と協議を続ける。 と応じた。また、立山市議会でも、同年12月25日に、さざらみの存続を求める、意見書の提出を全会一致で採択している。ダイヤ改正後の2015年3月20日には、区間廃止された、沿線自治体の各代表が、同志社を再度訪問し、改めて特急の復活と特別快速の増発を、申し入れた。以降、 2016年1月27日にも、立山市長などが同志社を再放し、内房線の利便性が低下した。として、戦術同様の要望書を提出している。内房線に有料の優等列車が初めて設定されたのは、戦後の1958年であるが、戦前の1935年から1940年の間、海水浴客などの利用を見込んで、 臨時の快速列車には、サザナミなどの列車愛称が付与されていたことがあった。1 8 3系 a ビーチインボソサザナミ1 5 3系急行、内房暴走各線を走行する列車名には、もともとの地域性や、海水浴客に対する宣伝の意味も込めたのか、海に関するものが多い。ありがとうございます。